ウィンドブレーカーウィンドブレーカーは、主にナイロンやポリエステル、木綿で作られた、冬冷えを防ぐ目的で着用する衣服。ウィンドブレーカーという呼び名は、商標の普通名称化で、アメリカのジョン・リスマン・カンパニーが販売していた同盟の製品が元になっている。イギリス英語では、ウィンドチーター、またはウィンドジャマー。典型的なものは、前開きで、長さはしりたけ程度。長袖で、 袖口にはゴムなどを使った絞りがついている。風は通しにくいが薄い生地が使われていて、断熱材などは付けられていない。あまり低温化で着用することは想定せず、用途を風よけに絞ることで、軽く、かさばらず、携帯性を良くしている。これは一例であり、様々な付加的機能を持つものも存在する。小雨をしのげるよう生地の表面に撥水加工が、されているもの。 肌当たりを良くするために裏地をつけたもの。内部の群れを軽減するためにベンチレーターをつけたものなど。また、形状によって別の呼び方をされることがある。断熱材をつけたものは、ウィンドアップやオーマーとも呼ばれる。頭から覆って着用するプルオーバーのものはピステ、さらにフード付きのものは、アノラックとも呼ばれる。スポーツウェアにトレーニングクロス、クロスジャージと呼ばれる、一見。 ウィンドブレーカーと似た衣服があるが、これは通気性と休暇速乾性に優れたトレーニングウェアの一種。トレーニング用ウィンドブレーカーの上下ウィンドパンツは、ウィンドブレーカーのボトムス。下着の上に着用するズボン、またはズボンの上に着用する、いわゆるオーバーパンツとして使用される。超ズボンの場合、裾にスリットが入っていて、 ファスナーやボタンで開閉できるようになっていることが多い。これは靴を履いたままでも脱着しやすくするための工夫である。ありがとうございます。